こんにちは。こんにちは、こんにちは。帰ってきました。少し、4時は過ぎましたが、大丈夫、すごい中途半端な時間だったかな。 3時ぐらいから6時ぐらいまでの間でやるかって思ってたんですが、そもそもが中途半端やったな。大丈夫ですかね。まだね、この後も残ってるんですが、はい、昨日ね、解禁されましたね。僕の4月24日発売のエトワールの、イベントですよ。もろもろ解禁されましたね。はい、解禁されました。みんな見てくれたっすかね。そうで、昨日解禁されていろいろ話そうと思って、今日インスタライブし、明日インスタライブしますって昨日言ってたんでっていう感じで、まあ、始めていきますか。まあ、昨日発売されたんですけれども、解禁があった、今発売って言ったのね。解禁、昨日解禁されたんですが、あ、そうやね、スケジュールも出てんのか。東京大阪でやるっていう、まあね、いろんなとこ行きたかったんですが、それは追加できないのかな、わからん。まあけど、いろいろ、まあ、そのやり方とかを、まあ、この前も言ってたと思うんですけど、なんか、みんなが、みんながよっしゃーってなるような感じで、できればと思ってたんで、とりあえず、その東京、大阪のイベントに関しては、まあ、僕が、お渡しさせていただく、当初ね、その写真集にサインを書いてそれをお渡しするっていう方向だったんですけど、現実的にその枚数じゃない、冊数が、例えば会場に持ち込むってなると、その数持ち込むだけでトラックとかそういうレベルになっちゃうみたいな感じ、それ現実的にちょっと難しいっていうので、ポストカードに書いたものをその渡させてもらうっていう形にさせてもらったんですよね。それで解禁されてたよね、確か。その方、そう、それでお願いしてそれが解禁されてたと思うんですけど、はい、ちゃんと一枚一枚書いて、はい、お渡しさせてもらおうと思います。そうそう、なんかその冊数でトラック動かしてってなったら結構本当に大変で、それは難しいねってなって、わかりましたっつって、じゃあ、まあ、せめてポストカードという感じで、で、
あ、トレ、あ、そう、ごめんごめん、間違えた。そう。と、あれ、トレカっていうのか。そ、全然ポストカードちゃう。ごめんなさい。トレカ、トレカ。あ、そう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 。トレカは、そう、この前書かせてもらいました。で、書かせてもらったやつを、もう書かれてるやつで、トレカには。で、別で、そのイベントに応募するこ、そうするの自体が、2冊買っていただけな、いただかないといけなくて。で、そう、これもね、なんで2冊なんやと。まあ、俺もその、いろいろ、打ち合わせしたりとかしてて、なんで2冊、まあ、1冊でよくないですかみたいな。けど、まあ、いろいろその、例えば、その1冊で当たりました。でもその当たりました、イベント当たりましたのその権利を、またそのね、高額で誰かに、ね、とかっていう、そういうことになりかねないから、でも、そういうのを売ってる人たちからしたら、2つもいらないわけですよ。だから、その2つ買ってくれたファンの人じゃないと応募できないっていう風にした方がいいんじゃないかということで、まあ、あ、なるほど、そういう理由ですねっていうのもあって、僕もちょっとそれは納得してちょっとそういう形を取らせてもらったんですけど、はい、まあね、一冊でいい、ね、写真集なんかね、もう一冊でいいやんっていう話じゃないですか、本来。そう。そう、その予防ですね。もうコメントにある通り。対策。うん。そうそうそう。まあ、ね。まあ、それでもっていう場合もあるかもしれないんですが、わかりませんが、まあ、とにかく、そうまでして、なんか、まあ、そんな、ね、買ってくれるって、そう。ファンの行きたい人、本当に行きたい人がね、本来抽選で当たってね、2冊で本来はいけるものを、例えばもっとすごい上の余分に払わされていくようなもんじゃないですか。それは良くないし、だったらその対策取らせてもらった方がいいかなと思って、ちょっとね、うん、そういう風にさせてもらいました。で、まあ、まあ、自分の口から説明した方がいいかなと思ったのは、僕もちょっといろいろゲームとかね、そういうのが好きだったりとか、まあ、そういう漫画とかのファンだったりするんで、まあ、なんか、とか、結構何にしてもそのパッケージっていうものが僕好きだったりするんで、一個はなんか、まあ、使うよというか、なんていうの、見るよ、鑑賞用みたいなとかと、で保存用みたいなとか、なんかそういう、なんか何冊か買うメリットというか、うん、そういう考え方もわかるけど、わかんない人ももちろんいるから、まあ一冊でいいんじゃないってところを、まあそういう転売対策とかそういうことのために二冊にしようということで、結局そうなったという話です。はい、だからそう、うん、ね、一冊で抽選権利あっていいじゃんとは思ったけど、でも確かにその二冊買わないと抽選に応募できないっていうのがあれば、割とそのよからぬあれがね、減るかなという。まあ、でそういうことがあって間違いなく買わないでください、買わないでくださいというか、その イベントにね、抽選でその当たった権利っていうものがなんか出てたとしたら、ほんまにそれは買わないでください。うん、まあそうまでして、まあ来てはそのね、ちょっと置いといて、もちろん皆さんに来ては欲しいけど、そこまでしてね、うん、本来払わなくていいものをとかっていうところで、そこまで無理してはまあ欲しくないと思うんで、うん、そもそもね、みんなの、みんなの事情もありますから、うん、それでもやっぱ一冊でよかったやんとかっていう方もね、もしかしたらいるかもしれないけど、それは、まあ、イベントに応募したい方は、
で大丈夫なので、ぜひ、まあ、私、トレカを、まあ、この前もいろいろデザインとかいろいろ選ばせてもらって、裏面と表面と、はい、トレカも選ばせてもらって、まあ、それをお渡しさせてもらうんです、もらいますので、はい、そういうイベントをやらせていただきます。昼から、夜までがっつりですね。なのでぜひぜひ抽選頑張ってもらえたらなとか、うん、思いますので、はい、はい、まあ、抽選なので、うわもう解禁されてたやん、もう今から間に合うかなとかじゃなくないんで、全然そう先行じゃないから、先着じゃないから、まあ抽選で選ばれると思うので、ぜひぜひ。でそれで、その外れた方には、外れた方限定に、その別でそのいろいろ使えなかったカットだったりとかを、使えなかったっていうか、まあ、惜しくも漏れてしまった、でもめっちゃいいカットとかもう山盛りあったんですよ、うん、あのページ数増やしたけどそれでも収まらんぐらいあったんで、そういうのを、まあ、デジタル写真集化したものを、まあ、本当イベントを応募してくださった方の、落選してしまった方限定で、そのデジタル写真集別で、見てもらえる URL を URL として作ってくれるのかな、それやってよっていう話をして、じゃあ OK ですって制作チームの人も、スタッフさんも言ってくれたんで、よかったっす。なので、落ちてしまった方も、よくない？どう？デジタル写真、もう、落ちてしまった方限定ですから、うん、よろしく。あと、その2冊のうちの、抽選の2冊のうちの1冊はサイン、それでちゃんと書いて、今度書くんですけど、バーっと。それは、書いてからお渡し、2冊うち1冊をお渡しするってことになってるかな、なった気がするんだけど。なのでまあ、はい。まあお渡しということで、うん、イベント自体は、まあ僕はね、結構、その、イエーイみたいな、感じでもないかな、みたいな。うん、そういうんじゃねえし、タイプ的にっていうか、そういう感じじゃん。俺は別にそうじゃなくていいかな。っていうことで、まあ、お渡しさせていただくっていう感じで。ちょっと目の前で、はい、お渡しさせていただきますんで。8時分まで休憩、あれかな、10分ぐらいやったんちゃうかな、あ、今に違うっけ、5分10分5分ぐらいあった気がするけど、うん、そんな感じで皆さんとね、まあ少しの時間ではありますが、まあでも思ってるより当たると思うんですよ、うん、ほんまはね、その
や、それはさすがにもうで止められたけど、あれやったら10万枚とか別にあれっすよ、サイン書くっすよって、いやいやそれはちょっとあれなんさすがにあれなんでって言われましたが、別にそれでよかったんやけど、まあでもそう普通のそうだから例えば自宅とかで書けるようなものでもないから、そうそうね、そう買ってくれた人全員サインついてるでいいんじゃねみたいなそうと思ったけど、さすがにって自宅で全部書くわけにはいかないみたいな感じで、ああまあさすがにはい分かりましたみたいな、しょうがなかったけどさすがにね、それこそ自宅にトラック何台来るか分からんっていう、それは現実的にっていう話ですね。事務所にそれこそその数持ってくるだけでもトラックいるらしいから、ちょっとさすがに迷惑かけるなと思って運ぶの俺じゃないし、まあまあそうはだからそうはしたいけど、でもそうも言ってられへんよなって、そうそうだからまあその抽選応募してくれたの、印刷で抽選応募してくれた、まあ限定というかそうなりはしますが、そうまあいろいろほんま考えました、前も言ってたんですが、そういろいろ考えてどういうのが最適解かなと思って、まあ願わくば もっと他の場所でもね、いろんな場所でいろんな日数でやりたかったかなと思うし、まあでもこれで終わりか分かんないです、僕もねその分からないですが、でもほんまに分からないですかって言ってて、そのほんまあるんじゃないかとかじゃなくて、まだ何も決まってないです、何も決まってないけど、そうやけど、何も決まってないんですが、一応まあとりあえず東京大阪はやらせていただきますと。長くなりましたがこんな感じですかね。はい、まあでも、まあ、イベントはええわって方は全然一冊でも大丈夫だし、もうねもう手に取ってくれたこと自体がありがたいんで、そこは気にせず、いやーマジでいろいろ行きたかったよほんまに、そう行きたかったよって、そうまあ確定したみたいになってるけど、まだね言ってるけど、そうスケジュールとかいろいろあるし、ね、僕の仕事自体もいろいろあるし、そのスケジュールの問題とか考慮してどれだけ何か叶えれることがあるのかとまだ分かんないですが、それはまあでももし叶わなかった時があれなんで期待しないでください、けど一応考え全勝します、そうそうツアーも始まりますからね、毎週の毎休日になるんでツアーもね、
確かそうだね、うん、他は平日とかは別の仕事してるとかなったらあれなんで、まあまあ以上そういう感じですそういう感じですなんで、改めまして4月24日の、4月24日発売の写真集エトワール、改めて皆さんよろしくお願いします。じゃあ、まあ20分ちょっとやったかな。まあ次の仕事、まあ次の仕事言ってもまだもうちょっと時間あるけど、親子丼でも作って行きますわ。仕事というかリハ。あ、玉ねぎ切らなあかんな、新しいの。いや昨日ほんま玉ねぎな、買ってきてそのままバーってこ、ほんま買ってきたまんま切って、いやけど全然涙出んからびっくりした。全然話関係ないけどな。そうそう、原型とどめてるのは許されへんから。まあ、全然関係ない話をしましたが、今出し取ってるやつをもうちょっとで引き上げて玉ねぎ切って、鶏肉切って、作って食べてリハ行って頑張ります。まあそんな感じでこの時間でしたが、ありがとうございました。いろいろね、仕事だったりとか学校とかっていう人もおるかな。まあなんでアーカイブは残しておくんで、この時間リアタイしてくれた人はありがとうございました。ほんで今アーカイブで見てくれてる人もありがとうございますで、アーカイブ残す、アーカイブ見てくれてる人用に言うとく。よし、じゃあそろそろ終わります。改めて写真集よろしくお願いします。いろいろ詳細またこれだけでな、ちゃんと伝えきれてないかもしれないんで、ツイッターの方で僕の写真集のアカウントもそうですし、まあ、僕の個人アカウントから行ってもらっても分かると思うんですけど、いろいろ詳細分かると思うんで、ぜひ公式アカウントチェックしてください。ではでは、ありがとうございました。